日本のだるまさんが向かう。鉢巻きでたわし細工の熊に乗って胃の一番に飛び出す。後からドイツ生まれのブリキの兵隊が木造りの自動車で駆け出す。フランス生まれの道化人形は英国生まれの眠り人形と一緒にその後から走り出す。みんな出て行っておもちゃ箱は空っぽになりました。だるまさんが敷居のところを通りかかったネズミに、キューピーさんはどこへ行ったか知らないかと尋ねますと、ネズミはチューチューと笑いながら、それはきっとこの頃この家へ来た小さな三毛猫がおもちゃに持って行ったのだろうと言いました。それというので縁側で日向ぼっこをしている三毛猫を捕まえて、だるまさんがにらみつける。兵隊さんが剣突き鉄砲を突きつけて、キューピーをどうしたかと聞くと、三毛猫はびっくりして顔を撫でて、いいえ、にゃんにも知りません。私はお嬢さんの帯だのまりだのはおもちゃにしましたが、まだキューピーはおもちゃにしたことはありません。大方それはネズミさんが私をここから追い出すためにそんな悪いことをしたのでしょうと言いました。みんなはなるほどと気がついて、すぐに天井裏へ駆け上がって方々を探しますと、隅っこの方でキーキーピーピー鳴く声が聞こえますので、それと言って駆けつけました。見るとかわいそうにキューピーはお腹も何もぺしゃんこになって青い目を泣き晴らして寝ています。みんなは大喜びで連れて帰って寄ってたかって解放して元の通りに膨らましてやりました。三毛猫はその後大きくなって家中のネズミを皆取って殺してしまいました。